矢田部敦史と佐々木千秋のファントレタイム。こんばんは、マーケティングコンサルタントの矢田部敦史です。皆さん今回もよろしくお願いいたします。女優の佐々木千秋です。さてこのファントレタイムはファン、つまり楽しいことをトレード、みんなで交換したり共有していこうよというコンセプトが元になっている番組です。この番組を聞いてくださる皆さんにとっていろんな面で楽しんでいただけるような番組にしていきたいと思っています。今回もよろしくお願いします。リスナーの皆さんの目線でトレンド研究、独自の流行、ムーブメント分析、マーケティングの処方などについて身近なテーマや実例を挙げていきながら、私自身もですね、初心者代表として皆さんと一緒に勉強していければと考えております。はい、私の考えるマーケティングの基本とは、やはりですね、シンプルに、相手に伝えてですね、良さを伝えて、そのしたい欲しい人たちが集まってきてくれる、そんな仕組みを僕はマーケティングと考えております。ですのでこの番組で、ね、ですもんね、分かりやすく皆さんにお聞きいただけるような形に伝えていって、ファンになっていただければなと思っております。はい、おっしゃる通りですよね。はい、はい、それではそんな矢田部敦史さんの略歴をご紹介させていただきます。矢田部敦史さんは栃木県のご出身で、東京大学大学院をご卒業後、大手外資系メーカーに就職された後、ファントレ株式会社を創立され、動画とソーシャルメディアによる独自のマーケティング理論で他業種約300社以上のコンサルティングに携わっていらっしゃいます。また現在は美容院、保育園経営なども手掛けられ、今コンサルティング業界では注目を集めている社長のお一人です。そしてお忙しい中、お二人のお嬢さんの保育園の通園をはじめ、イクメン社長としても奮闘中でいらっしゃいます。ありがとうございます。そしてですね、私佐々木千秋は日頃はドラマや映画に出演させていただいております。はい、現在は佐藤製薬様、リゾン様、他の CM などもはじめここ市川うらら FM さんでも言霊アラカルト、愛され召し上がれでもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんな2人で進めてまいりますが、今回最初のコーナーはトレンド準備室のコーナー。このコーナーは今後広く一般的に活用されたり、ムーブメントが起こりそうな商品や商材、システムなどについて、矢田部さん独自のニュースソースなどからの情報収集に基づいてご紹介いただくコーナーです。はい、さて今回ご紹介いただけるものはどういったものなんでしょうか。はい、はい、今回はですね、クラウドファンディングのトレンドについてお話したいと思います。クラウドファンディング、はい、聞いたことはあります。聞いたことありますか。はい、はい、クラウドファンディング、皆さんも、はい、耳にしたことあるかなと思います。ちょっとおさらいのためにどういうものかというと、ご説明しますと、はい、クラウドファンディングはですね、例えば夢や何かやりたいこと、もしくは何か活動をしていて、はい、その資金が欲しいという方ですね、うん、そういった方々や団体がですね、資金調達の方法として一般の方にですね、はい、資金調達、応援を募るという、そういった仕組みになります。うん、なるほど。はい、これをですね、インターネット上で行うことによって、はい、会ったこともない方々ですよね、うん、そういった方々に、自分の夢を、活動を応援してもらえる、そういった仕組みとしてとてもね、人気になった仕組みになっています。うん、そうなんですね。はい、聞いたことありますか。ありますね。あ、ただこうなんとなくどんなものなのかっていうのがいまいちちょっとね、こうふわっとしてしか覚えていなかったので、はい、うん、なかなかですね、はい、クラウドファンディングって本当に、面白い取り組み で、 そうです、ね、例えば私はこういう、人生を歩んできましたと。なので私のこの人生を、はい、自叙伝にしたい、もしくはそのなんか一つのこう作品にしたい、ドラマにしたいっていう、ぜひ応援してくださいと言っているような形でですね、はい、その話はすごいいい話だから、うん、じゃ私もお金をこう資金をね、はい、応援のために渡しますみたいな感じでですね、そういった夢や希望、活動を叶えるものとしてすごいね、はい、いろんな方が実際に叶えることができているということでですね、すごく盛り上がったんですが、はい、だんだんですね、はい、マーケットも成熟してきているのが、最近の状態ですね。はい、はい、そんな中クラウドファンディングの使い方がちょっと変わってきてるんですね、ここ最近。あら、そうなんですか。はい、つまり言うとですね、はい、まあ
企業やもしくはその新商品新サービスを提供したい団体さんがですね、はい、まあ、ファンを囲い込むためのマーケティング手法に最近は使われています。ファンを囲い込むためのマーケティング手法、はい、ついに急にですね、はい、マーケティングっぽくなってしまったんですけど、はいはい、実はですね、新商品、はい、新製品を開発して、皆さんにお披露目して、はい、で買っていただくっていうのがですね、一般のこう、まあ、商品開発の流れではあると思うんですけど、そうですね、はい、これはちょっとリスクがありまして、はい、本当にその商品が売れるんだろうか。あー、確かに、はい、その製品がね、一生懸命開発してたくさん作ったのに、はい、オープンしたら全然売れなかった。あら、これはですね、企業にとってかなりの痛手ですし、そうですよね、リスクですよね、うんうん、そんな中に、はい、もう商品開発の段階でもう公開していくと、はい、こういった商品を作ろうと思っています、まあ、試しにね、はい、200個生産しましたので、うんうん、欲しい方いらっしゃいますかということでクラウドファンディングに出すんですね、うんうん、はい、そうするとですね、まあ、まだね、完全にでききってない、はい、プロトタイプ、まあ、仮のね商品の段階で、うん、それ面白そうだから私は買うよ、ね、私は投資するよということで、はい、まあ、その商品をですねもう購入してしまって、リターンとしても商品が送られてきて、実際に試してもらう、うん、そうするとですね、はい、企業や商品開発側としてはこの最初の段階でもうどのぐらいの人が興味を持ってくれるかということが分かるんです。なるほど、そこで分かるようになってるんですね、はい、なのでもしそこの段階で、はい、あんまりこう興味を持つ人がいなかったらそこで止められるっていうのもすごくいいことなんですね。あ、それはもう作る側としてはやっぱり知りたいですもんね、はい、でこのまた最初にこうね、クラウドファンディングの状態で購入した人たちにとっては、はい、自分もあたかも開発側に参加しているような、うん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 、そういったね、自分が育てているような、そういった楽しみも味わうことができるので、いわゆるこれはもう商品のファンになっているわけですよね。なるほど、はい、そうするともう商品開発側としては、はい、見込みのファンのお客様を作りながら、そのテスト、その商品のテストマーケティングまでできるということで、例えば新興の、ね、家電メーカーさんとかがこういうクラウドファンディングに参加されていると。あ、そうなんですか、はい、こういったことが起きています。参考に新興の家電メーカーさんがですね、はい、一つ、作ったものがあるんですけど、何でしょう、ペヤングペヤング焼きそばですか。焼きそばですね、あ、はい、専用のホットプレートっていうのを作った、はい、新興電機メーカーさんがですね、はい、ものすごくこれ4ヶ月で2万台売れたという事例があります。え、そんなに。はい、これは面白いんですね。すごい、一般的にはですね、はい、ペヤングはもう茹でて、まあ、美味しい焼きそばなんですけど、それを焼いたらもっと美味しいんじゃないかということで、うんうんうん、ホットプレートで焼いてみたんですね、電機メーカー、はい、そしたらですね、やっぱり焼き加減が難しくて、うんうん、専用の焼き加減、専用の熱量を、作らないといけないので、じゃこれ面白いから作ってみようということでクラウドファンディングに投げたら、はい、ものすごい人気で、はい、今でも、まあ、それでですね、すごくこう人気が出てクラウドファンディングでたくさんの人が購入してくれたので、今は一般的にもう、なるほど、私たちでも買えるということですね、はい、はい、専用のホットプレートということですね、すごい、はい、なるほどね、こういったね、面白い商品開発をするときにですね、はい、ファンを囲い込みながら、うん、まあ、そういった新商品を開発するそういったことに使えるっていうのがクラウドファンディングの、最近の使われ方です。なるほど、もうね、クラウドファンディングもこうどん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 進化しているということなんですね、はい、いやー、すごいね、勉強になりましたね、はい、ちょっと一段階上に上がったような感じですよ、私自身。あ、本当ですか、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ぜひ参考にしてください。はい、いかがだったでしょうか。このコーナー冒頭でもね、お伝えいたしました通り、ここでクローズアップしていただいたものが今後トレンドになっていけばと思っております。まさにね、これだと準備室ということになっておりますが、以上トレンド準備室のコーナーでした。おかし懐かし流行通信のコーナー、続いてのコーナーはおかし懐かし流行通信ということで、同世代の私と与田部さんが最初に流行トレンドに触れた1980年代後半から遡っていって、その年起こった出来事や流行にタイムスリップしながら現代の流行や世相と比較するプチ温故知新のコーナーです。今回は1995年平成7年の主だった出来事からご紹介させていただきます。はい、はい、この年は阪神淡路大震災が発生、
地下鉄サリン事件が発生して、うん、まあ、オウム真理教による一連の凶悪事件が発生しましたね、はい、で青島幸男氏が東京都、まあ、横山ノック氏が大阪府の知事に当選したのもこの年です。でオウム真理教の教祖の麻原彰晃が逮捕されました。と広島長崎原爆投下50年とは超円高、まあ、円がね1ドル79円75銭を記録しました。すごいですね。はい、あとはメジャーリーグで野茂英雄投手が日本人初の新人王となりました、はい、あとは Windows95 の発売、パソコン業界による一大ブームを巻き起こしました。うん、ということでね、ね、記憶にまだ新しい、ね、そうですね、ことかなと思うんですけれども、はいはい、続いてはですね1995年の主だった日経ヒット番付に沿ってお話をしていきたいと思います。はい、まあ、1995年ということで私たち大体小学校5年生とか、そうですね、くらいかなと、いろいろこういう ね、興味を持ってる時代で、そうですね、はい、時代だと思うんですが、この時期、まあ、ヒットしたものとして、まあ、横綱から小結びとしてはですね、うん、まあ、Windows95 日本版、はい、これはですね、はい、Windows やっぱりすごい、衝撃的なパソコンで、そうですよね、うちの父親もその早めにパソコンをですね、はい、設置してくれたので、なので、まあ、その頃からパソコン触ってたので僕も今の仕事ができてるのかなと思いますね。なるほど、もうこの頃からそうですね、いじってましたね。なるほど、そうなんですね。あとはそうだな、野茂、まあ、はい、野茂英雄さん、なんかすごくこれはね、はい、やっぱりこう今だとねもう一般的にメジャーリーグ出ましてありましたけど、あそこまで活躍してるの見るとやっぱり勇気を ねもらえますよね。もらったのよく覚えてますね、すごい、私もなんか多分初めてくらいこの野茂英雄という投手、はい、まあ、選手が野球選手なんだっていうことを認識したのが野茂英雄さんだと思います。なるほどですね、はい、確かに確かに、そうですね、はい、あとはまあ音楽でまあ小室哲哉さんがプロデュースした曲がね大ヒット、これはすごかったです ね、しましたよね、全部ヒットしたし、まあ、好きな曲小室さんの曲って本当に多かったですよね、うん、多かったですもんね、TRF さんとか安室奈美恵さんとかね、はい、あとはまあマルチメディアパソコン、これご存知ですか、これどういうことでしょうね、なんかインターネットとか電子メールがこう普及し始めたのがこの年から、なるほどですね、言われているそうです、この年からです ね、なるほど、はい、で、あとはですね、まあ、前頭というところで、うん、そうだな、スノーボード、そうですね、スノーボード、はい、私もスキーをやっぱり最初やってたんですけど、この頃から急にスノーボードのかっこいいんじゃないかってことで、うん、思いましたよね、書き換えましたよね、これね、この頃からめちゃくちゃ早いですね、切り替え、私まだスキーでしたね、この時代ボードを、へー、かっこいいな、はい、あとは MD プレイヤー持ってましたか、これはですね、はい、そうですね、あの小学校の時は持ってなかったかもしれませんが、中学校の時はね、うん、ずっと持ち歩いてましたね、そうなんですよ、こう音楽好きな子はねもういち早くもみんな持っていてかっこいいななんて思ってましたけど、うん、そうですよね、はい、あとは、130円ハンバーガー、これもね、はい、今だともう当然のような、そうですね、100円とかもあったりしますもんね、しますもんね、はい、この頃はちょっと高級品だった、そうですよね、だいたい2、300円くらいするものが、ハンバーガーってだいたいそれくらいするものが130円というところで、あ、だいぶねお手頃な価格、確かに特別な時にしか食べてなかった気もしますね特別な時な 本当にあの頃ですけどまあそうですよね、気軽にっていう感じではなかったんですよね、ね、きっとね、なるほど、あとはそうですね、日清のスパオ、これもね、はい、美味しいカップラーメンと言いますか、うんうん、そういうイメージですね、そうですよね、生麺、うん、なんかちょっとこうコマーシャルが私は印象的だったなっていう感じでした、日清スパオに関してはね、はいはい、はい、あとはそうだな、アパガード M かなこれ歯磨き粉なんですけど、はい、今は多分当たり前にこう薬局行くとあると思うんですが、うん、アパガードって使ったことありますか、矢田部さん。使ったことないですねまあなかなかねこう使ったことないって方も多いと思うんですよ、うん、はい、使ってらっしゃいました、使ったことはないです、あ、使ったこと最近はあるんですけど、はい、その昔は全然なくって、うんうんうん、このアパガードの CM が、うん、あの芸能人は歯が命っていう CM がすごく印象的で、はい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 、その頃から芸能人になりたかったんで、あ、芸能人って歯が命なんだって思ったのがこのアパガードの CM でしたね、すごいですね、うん、もうよく覚えてるんですね覚えてますね
はい、すごい懐かしい気持ちになりましたね、はい、あとは音楽、はいね、音楽も本当に今ここ、ね、小室哲哉さんのプロデュース曲はじめ真ん中ね、本当にあのドリームズカムトゥルーさんのラブラブラブとか、はいはいはい、あとはまあ H ジャングルウィズ T さんのもうわおわおわおトゥナイト今でも必ずカラオケで歌っちゃう、ね、あ本当ですか、はいね、盛り上がりますよねそうですよねはい、あと3位が福山雅治さんの、ハロー、はい、これも人気の ねちょっとかっこいいですよね、はい、うん、で4位5位がミスターチルドレンさんですよ。ミスターチルドレン聞いてないとちょっと学校で ね知らないのって言われちゃうようなぐらい、言われちゃうようなトゥモローネバーノーズとかシーソーゲームとかね、はい、はい、大好きな曲です。懐かしい曲ですよ、ね、はい、で6位がマイリトルラバーさんのハローアゲン、うん、で7位が桑田佳祐さんとミスターチルドレンさんの奇跡の星、コラボしてね、はい、やつですね、はい、であと岡本真代さんのトゥモローとか、9位のスピッツロビンソン、スピッツですね、うん、もうスピッツは今でも活躍されてて、ね、そうですよね、この頃からの大人気というね、本当にそうですよ、うん、で10位が、ビーズさんのラブファントムということで、ね、本当に覚えている楽曲、全部わかりますね、今も歌っている曲がたくさん、ね、入ってますよね、はい、あとは、まあ、あのドラマとかバラエティとかもねすごく面白かった時代だと思うんですけれども、うん、何か記憶に残っているドラマなどはありますか。やっぱり僕の中では近代一少年の事件簿、うん、見てました、見てましたか、じっちゃんの名にかけてですよね、じっちゃんの名にかけてですねこれは毎週ねちゃんと必ず見てた覚えがありますね、うん、これは本当にね、あの、うん、なんかイメージはちょっと土曜日とか金曜日とか、うんうん、学校が休みの前の日とかにやってるイメージだったんですよ私、うんうんうん、結構遅くまでねあの起きて見てた記憶がありますね。なるほどね、うん、他になんかありますね。私はそうですね、まあ、結構ドラマ見てたんですけど、うん、家なき子の2、ああ、ねまあ、家なき子の、ね、1というか最初の方をご覧になられた方結構多分多いと思うんですけど、はい、2はですねちょっとあのそのすず、ね、足立美さん演じるすずが中学生になって、はい、あのちょっといろいろな環境が変わっていくよという、ね、なるほど、恋愛なんかも少し入りながらみたいなね、ところにね、すごく覚えてます。はい、ということでですね、はい、この年もいろいろなねもう私たちの今にちょっとずつ近づいてきているなっていう感じですよね。そうですね、うん、いろいろ思い出がたくさん詰まった年ですね。そうですね、はい、ありがとうございます、楽しかったです、はい、ありがとうございます以上、おかし懐かし流行通信のコーナーでした、はい、改めましてこの番組ファントレタイム担当は矢田部敦史と佐々木千秋でお送りしております。続いてのコーナーはこんなところにサクセスの種。このコーナーは矢田部さんの会社ファントレ株式会社さんがコンサルティングを手掛けてこられたいろいろな成功例などについてリポートしていただくコーナーです。今回はどういった業種の会社様のケースについてご紹介いただけるんでしょうか。はい、今回はですね、はい、ちょっと特殊なんですけど、はいはい、一般社団法人歯の寿命を伸ばす会という会のをね、まあ、サポートさせていただいた時の話をしたいと思います。歯の寿命、はい、はい、この歯の寿命っていうのはもうこの歯ですね、あ、歯ですね、この口についてる歯ですね、そうですね口についてる歯のことなんですけど、はい、まあ、歯の寿命、まあ、最近で言うとね、はい、やっぱりこう歯が、まあ、最後まで、まあ、ずっとね、自分の歯で、噛んでいたいとか、まあ、そういった話もね、はい、聞くと思いますけど、その歯の寿命を伸ばす会さんというか団体がありまして、はい、これはですね、どういう団体かと言いますと、はい、歯科医院さん、歯医者さんのことですか。そういうことですね、歯医者さん、ありがとうございます、はい、歯医者さんに、まあ、歯の寿命を伸ばす会に入ってほしいというね、そういったね、まあ、歯医者さん向けのマーケティングを行うというちょっと特殊なマーケティングの支援をさせていただきました。え、歯医者さんが、はい、ああそうなんです。 どんなことをするんですか。はい、これはですね、はい、あの歯の寿命を伸ばす会は、うん、まあ、やっぱりですね歯の寿命を伸ばすために、まあ、歯医者さんですね、はい、歯医者さんが元気にならなくちゃいけない、うん、歯医者さんがやっぱりね、歯の大切さを啓蒙活動できるようにならないといけないということで、はい、まずは歯医者さんを集めたいということで始められました、はい、そうすると歯医者さんの現状をですね、はい、見ると実はこう歯医者さんってすごく多くてですね、コンビニの数以上にあると言われていま
ます。ものすごくありますよね。そうなんですね。はい。そうするとこう歯医者さんは結構大変でして、はい、まあ、いっぱいあるので自分たちが生き残っていくために、まあ、一生懸命です、ね、患者さんを増やさなくちゃいけないというのが実は歯医者さんの現状です。そうなんですね。はい。ただこう、まあ、歯医者さんもですね、はい、もう治療をしながら先生ですから、もう歯科医の先生なので、はい、治療をしながらサービスも向上させないといけないってことですね。そうですよね。で、治療院の経営もしなくちゃいけない。集客というか習慣ですね、患者さんを集めるマーケティング活動もしなくちゃいけない。はい。そうすると歯医者さんはすごい疲弊をしていまして、なかなかね、自分たちの、まあ、歯科医についてのアピールというのはできていない、もしくはサービスレベルを向上できていない状況にありました。はい。はい。そこで歯の寿命を伸ばす会はですね、まあ、実際にも歯の寿命を伸ばす会で作った分かりやすい歯についてのパンフレットを歯医者さんに提供したり、はいはい、問診票のサンプルをですね、歯医者さんに提供したり、はい、あとは患者さんに配る用の資料をですね、歯の寿命を伸ばす会の方で作って、提供したりということをやっていました。はいはい。そういうふうにですね、まあ、歯医者さんをねサポートするしていく中で歯医者さんがどん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 登録していっていただければ、まあ、活動自体もどん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 大きくできるということでマーケティングを求めていらっしゃったんですね。なるほど。はい。そこで、まあ、僕たちはですね、はい、まあ、先日からもお話しさせていただいているように、まあ、例えばブログで、その患者さんをサポートする方法を、発信していったりですね、はい、あとメールマガジンで歯医者さんが悩んでいるようなこと、どういうふうにこう、ね、経営を安定させていけばいいのかというところをですね、はい、ちゃんとメルマガで配信していったりですね、あとは動画で分かりやすく、まあ、患者さんの応対の方法をお伝えしたりですね、はい、そういったことをですねどんどん発信していって、はい、で歯の寿命を伸ばす会をですね、実際に動画で、分かりやすく説明して、はい、YouTube で、広告をかけたり、その活動をですね認知させていって、はい、実際にですね年間100人ぐらいずつですね、はい、まあ、登録してくれる歯医者さんが増えてきたと。すごいですね。はい。まあ、こういった活動でですね、まあ、ちょっとね、はい、いつもの、まあ、マーケティングとは違うんですけど、まあ、良い活動をですね世の中に広めるお手伝いができたのかなと思っております。なるほど。こう、ね、なんかちょっと歯医者さんがマーケティングって最初思っちゃったんですけれども、はい、まあ、本当にマーケティングがすごくこう密接な関係を持っているというか、はい、そういうあの歯医者さんであってもどんな業種で、ね、あってもマーケティングってすごいやっぱり大切なところなんだなっていうふうにね、はい、感じました。ありがとうございます。やはりね、はい、自分たちの活動を世の中に広めていく、まあ、ただね物を売るだけじゃなくて、広めていくためにマーケティングがとても役に立ちます。なるほど。なんかちなみにそれ以外のなんか職種というか業種とかはあるんですか？はい、例えばですね、はい、英会話教室さんが、まあ、やっぱりね、生徒さんを集めたいとか、はい、あと葬儀屋さん、あ、葬儀屋さんがやっぱりこのね、お客さんを増やしたいとかですね、結婚式場のウェディングプランナーさんが、はい、もうちょっとね、いろんなサポートをしたいとか、は、本当にね、さまざまな分野でマーケティングのねご支援をさせていただいています。そうなんですね。まあ、本当にねこれどんなこの業種でもコンサルティングをされるのがこうファントレ株式会社さんということで、ありがとうございます。驚いております。すごいなと、改めてすごいなと今感じております。ありがとうございます。いや本当にね、まあ、なかなかこうマーケティングと結びつかないところもマーケティングと実は関わっているんだよというところをね、うん、今日は教えていただけた気がしますので、はい、はい、すごく勉強になりました。参考になれば幸いです。はい、ありがとうございました。皆さんいかがだったでしょうか。以上、こんなところにサクセスの種のコーナーでした。皆さん、なんともエンディングの時間が迫ってまいりました。このファントレタイムは毎月第2、第4水曜日夕方5時30分からお送りいたしておりますので、ぜひ皆さん次回もお聞きいただきますようお願いいたします。矢田部さん、今回はいかがでしたか？はい、今回もですね、マーケティングについて、皆さんにお話しできて、もっとねどん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 分かりやすく、もっと分かりやすく皆さんの楽しめるような説明ができればいいなと思っておりますので、ぜひ次回も楽しみにしてください。そして番組ではお聞きの皆様のご感想、ご意見をぜひお送りいただければと思います。メールアドレスは info@plus-vox.com、
info@plus-vox.com、ファントレタイム、アルファベット大文字で FUNTRETIME、ファントレタイムまでお待ちしております。それではファントレタイム、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は矢田部篤と佐々木千秋でした。ありがとうございました。ありがとうございました。